あどうもこんにちは春秋戦国役の江口拓也ですはい、というわけで、たった今ね、すべての収録が無事終了いたしまして、えー、お疲れ様でございましたというところなんでございますけれども。いやー、戦国さんね、あのー、ま、あ本当に悩み起き人なんですよ。ね懲役ね、999年って。 っていうところからねねスタートすするわけですけででれどもまあその中での中、ね、なんかこうずっとね10年間無実の罪でね刑務所にね入れられてたというところもあったのでまあ何て言うんですかねその最初はちょっと後ろ向きなところから前向きになっていくところみたいな流れみたいなものっていうのをね演じていく上でちょっと気をつけたところではあるのでそこはね頑張って演じました2二つ目ですねこれからプレーされる方にということでですねまあそうですねとにかくね 私さまざまなね謎解きパートあったと思うんですけれどもまあねいろんなパターン取りましたよいろんなパターンのセリフやっぱこう選択肢によってはねなんかいろいろ変わるじゃないですか。 結結果とといいううか、結末というか、末そういったものがあるのでその流れに沿ってね正しい演技プランみたいなものを選んでいくんですけれどもちょっとでも違うとねやっぱ自分の中でも違和感になったりとかして何度も撮り直させていただいたりだったりとか腑に落ちるまで何度もトライしたのでそういったところも含めてね私自身は頑張りましたので何度も何度もいろんな選択肢を選んで遊んでいただきたいなと思っております 冤罪執行遊戯ユルキル。